ね、これで安心かな。いきなり毒の穴踏んじゃったけど、逃亡マニュアルは今はいいや。75階5の倍数なんで、ここも結界法解かないといけないフロアなんですよね。75階、エーテルプレミアとかエーテルがあるけど、確かな、ここ75階の結界解く条件っていうのすごくめんどくさいので、今のうちにできるやつはやってしまいましょう。まずはアイテムを3回投げます。なんでもいいのに、とりあえずね、適当なものを3回ポイッと投げるだけ。これで1つ解けましたけど、がんじがらめになってますね、エレベーターが。1つ目がまあ3回投げるっていうのと、もう1つがアイテムを3回置くっていう動作ですね。拾っては置いてを繰り返して、これでもう1つ結界が解けるはずですので、ちょっとユーナはな、ノートを拾ったり置いたりしてもらうぞ。毒はエスナで直せますかね。今ユーナ毒状態のまま動いてますけど、結界が1つ解けて、あと3つか。残り3つが5回ターン送りで1つ解けまして、あと2つか。残り2つが敵を8体倒すっていうのと、あとは空振り5回ですかね。ちょっと毒のダメージずっと入っててかわいそうなんで、さすがに直してあげよう。空振り5回1、2の3、4、ちょっと5回目つまりにサボテンを倒しておきたい。5回分、よし。あとは敵をやっつけて回るだけですかね。真っ暗オイルはいらない。敵さんを探さんといかんな。あとはエレベーターの位置を把握したい。サボテンはちょっとすぐそばに立たれないように気をつけないとね。敵2体目。いかいか。サボテンがいる。もう一歩こっち側に来てくんないかな。いいね。これで敵は3体目。金塊はカウントされないよな。あと5体ほど倒したらエレベーターに乗れるようになるはずなんで、敵のいるところをちょっと探さないといけないですね。いわ、ほんとさ、もう何のためにやってんだろうね。ああ、ユーナそんなに疲れてないでしょうけど、気持ち的にすごい疲れてくる。本当にもう。でもってこの足元の罠、落とし穴ですよね。ここまで結界解く作業をやらせといて、落とし穴で下のフロアに落ちるとか、シャレにならないからね。まあでも今の作動しなくて本当良かったですね。運が良かった。ああ、いかんいかん。ユーナ、寝るんじゃない、こんなとこで。起きなさい。起きて。目覚めが早い。バーティゴも結構体力ありますね。削り切るのにすごい時間かかってしまう。元気が出る話、ちょっと体力削られたんで、魔獣士ドレスの回復に使っとこう。もう一回読んどいた方がいいかな。 HP すごい増えましたよね。でもレベル99になって最大 HP が537って、ね、よっぽどのことない限り死にませんよ。ちょっとキマイラは狙いやすいところに来てほしいな。このキマイラで倒した敵は5体目ですかね。あと3体ほど倒せばエレベーター使えるようになるはずなんで、まだ探さんといけんけど、ここでノルマ達成できそうかな。あ、いかん、間違えた。サボテンを先にやっつけたいのに、そばに来られる前に仕留めないといけない。ちょっと当たって、これちょっと怖いな。リップル使うか。ポヨヨンリップル飛んでけ。画面外に飛んでった。飛ばされてそのまま消えちゃったっぽいな、サボテンが。あ、レベル41。ここに来てまだまだユーナ様お強くなられる。
バーティゴをやっつければ8体倒したっていうことになりますかね。あとは、もうこういうのやめろって本当。あ、でもってまさかこれまたあの落とし穴の上を通り抜けないといけない。エレベーターのある部屋に迂回するルートないもんな。めんどくさいことになった。角を通り抜けてなんか罠を飛び越えるっていうことができませんからね、こう斜め移動で。こんな時はちょっと待ってくださいね。まあ、このままこうやってあのエレベーターのある部屋に行こうとするとね、この穴、あの落とし穴に引っかかってしまいます。これをどうにかして突破する方法としては別の部屋に飛んでくアイテムっていうのが多分どっかにあるんですよね。逃亡マニュアル、そういえば下の部屋になかったっけ。エレベーターのある部屋に飛んでくアイテムで逃亡マニュアルありましたよね。これだ。これを読めばいいんじゃん。冴えてる。というか運がいいですね。こういうアイテムがあって助かった。エレベーターもちょうどこれで乗れるようになりましたね。ああ、よかったよかった。つばけ、ちょっとエレベーター乗りてんだけどさ。ちょっとサボテンがそばにいて怖いので。リップル。ぽよよんと。飛んでいっちゃい。よっしゃ、もうセーブするぞ、ここで。ボタンは連打せずにセーブ&作動。ふぅ。いや、セーブ画面に映らんということは、お店か。ここに来て買えるのは、セーブノート3回分、ドレス合成秘伝などなど、まあ、持っておいて安心できるアイテムがいっぱいありますかね。1回分のセーブノートを売って、3回使えるセーブノートを買っときましょうか。ありがとうね。あんまり最近買い物してないから、ちょっとマジックポットのお店の、売り上げに貢献してあげないとな。大丈夫、お金まだまだいっぱいあるからね。さあ76回。もう本当にここまで来ると最上層まであと少しですね。なんですけど敵も強くなってきてんのかな。キマイラは下のフロアでも見かけましたよね。元気が出る話はいいや。ドレス合成秘伝も欲しいっちゃ欲しいけど、ここまで来てもう合成はやる必要ね、ほぼないでしょうから。お、わあ、びっくりした。大事なアイテムちょっと手放したらまずいので、ここであの希望の一大器をな、びっくりして落としちゃって、その隙に敵にやられちゃうみたいな最悪なパターンもありえますんでね。風の雫もいる。希望の一大器も絶対いる。希望の一大器2冊揃ってなくしてんじゃないよ、言うな。生命線やぞ。エーテルターボは大丈夫ですね。これで落としたやつは全部回収できたかな。びっくりタイルと落とし穴のコンボとかあったらもう目も当てられませんね。他の不思議なダンジョンシリーズだと割とよくあるコンボですけど、ね、ぶち開けたアイテム拾おうとしたらすぐそばの落とし穴に落ちて全部ロストしちゃうっていうね。体験した人多いと思うけど、風の雫が変えるか、いっぱいあった方がいいんですよね、ボス戦においては。ただまあこれ以上手放すのももったいない気はするしな。3個あるなら大丈夫か。買わなくてもまあ大丈夫でしょう。風の雫、トリプルティアラがあればね、1ターンに6回連続行動できるようになりますんで、たくさんあればね、体力高い敵との戦闘もすごい楽になるんですけど。いや、というわけで77階に来ました。アイテムシューターレベル2がありますね。合成秘伝はもうないんだっけ。いや、手持ちのアイテムシューターちょっと強くしといた方がいいかなという気もしたけど、いいやろ別に。作り替え入門、何かを作り替えられますけどいいかな。
エレベーターが今はね、一番必要ですので。こっち側の部屋にあるってことなんですかね。まだないか。遠いな、上の階が。こいつは巨人タイプ。ちょっと。よいしょ。HP かなりありそうですね、見た目からして。6発打ち込んでやっと倒せるレベルか。セーブノートは手持ちにあるからいいですね。ここからはちょっと1回登るたんびにセーブしときましょうか。ちょっとセーブノート使い切りつつ最上階を目指していきたいですからね。よいしょ。おい、まだ壊れん。こんなに岩硬かったっけ。ああ、びっくりした。サボテンはリップル。ちょっと離れましょうね。ソーシャルディスタンス。お、仕留めた。エレベーターここか。本は何やろ。元気が出る話いらないかな。ちょっとセーブしてから登ります。さあ、78階最上層まであとわずかなんですけど、この部屋はエレベーターないですね。オフ、危ねえ。これが目が見える。アイテムはもう欲しいものは大体手元にあるから、ほんとむやみに探さなくてもいいと思うんですけどね。まあ、たまにレベル上がる薬とかが落ちてることもありますんで。あ、びっくりした。ユーナと犬が合体している。合体、抜け出した。びっくりした。ケンタウロスみたいな感じになってましたね。びっくりさせおって。この部屋にもエレベーターがない。ボムがありますね。自爆するんかな。ちょっと怖いので距離を取りつつ歩きますか。エレベーターどこかな。この先にあってほしいのに行き止まり。一番嫌なパターン。部屋の中でこれまたボムが出待ちしてますよね。やれるか。さすがに、なんだろうね、即死級のダメージ与えてくるようなことはボムはしなかったと思いますけど、あんまりまあ出くわしたくはないですね。エレベーターこの部屋にもない。あ、あったわ。敵さんが乗ってただけか。かまいたちでまたちょっとドレス傷ついちゃったな。優しい回復術があるから敵を倒してこれで回復しときましょうか。よし、あとは敵からもらったスロー解除して上に行こうと思ったらまた湧いてきやがりやった。こいつの殴りでスローが入っちゃうことあるみたいなんですね。あんまり近寄って殴り合うべき相手ではないということが分かった。セーブノート使ってまた上に上がりましょうかね。さあ、79階、この次が最上層80階ですね。なんですけどデスゲイズ、またなんか強そうなのがもういますね。3回攻撃できるとはいえ倒すのにもやっぱり時間かかるか。エスナチンキーは今はいいや。そして本当に最後の最後までこういうのやっていくんだね。わあ、そら嫌だわこういうやつで。今度はでかいのがいるみたいですけど、画面に入ってないから何なのかわからん。お、メテオベヒーモス、なんつうこと。おい、痛い痛い痛い。これダメージ半減つけてなかったらレベル99でも死んでたかもしれんぞ。またメテオ降らしてくんのこいつ。死ぬ死ぬ死ぬ。そして音がうるさい。ご近所迷惑になるでしょうが、自重しろ。全く弱体の毒いらねえってば。メテオは怖えな。
ヒーモス、またちょっと出てくる前にもエレベーター見つけて早いとこ上に行ってしまいたいわ。この先の部屋にあるかな、エレベーターない。あってほしかった。スフィアはもう拾いに行くのがもったいない。時間がもったいない。トロクナールはいらない。次、ここもエレベーターなさそうですし、沈黙にさせられちゃうし、逃亡マニュアル下にあったやつ持ってくればよかったね。どうする、通路に逃げ込んだところで敵がいなくなることはないですからね。地道に削っていくしかないのか。ちょっとカメラの視点を変えましょう。メテオやめてね、やめてよ、なんちゃって。真横に立っていればメテオは使ってこないんですかね。離れていればメテオを使ってくるっていうのはね、わかりますけど、デスゲイズも何してくるかわからんからな。バーティゴみたいにスリプルで眠らせてくることもあるかもしれん。こいつもでも真横に立っていればそういう特殊技っていうのは使わなくなるんですかね。睨んでくるだけか。ふう、隣の部屋行くしかないですかね。これはギャンブラーレベル2、レベル15も手放しちゃったからね。ガン飛ばしてきやがる。やめんか。暗闇になれば睨むこともできんやろ。しっかり睨みつけてきよった。魔物やな、その辺は。格が違うというか。ってことはじゃあもうこの先以下エレベーターあるとしたらこっち側ですよね。だいぶ遠回りというか、初期位置が悪かったね。通路長、あれ？ん？79階。これは、そうだ、今思い出した。この階にはエレベーターがない。誰かが何とかしてくれるんだろうかっていうメッセージがね、表示されているんですけれども。今思い出しました。そうです。普通に進んでいると、79階で詰みます。なんということ。こういう場合は、待ちましょう。あの人が何とかしてくれます。ん？来てくれた。トレマおじいちゃん、助けて、ここから出してくれよ。その姿で先の道を諦めるかはお主次第。うわ、何これ。ルブラン一味に姿を変えられちゃいますけど、今まではね、まあこれだけで済んでいたんですけど、この状態でさらに粘ると、次またトレマに会った時、ね、宿の木の塔に、塔の外に放り出されてしまいます。ただまあ今いるフラワー例外でして、ここで食らえばこの先は何もないぞ。愚か者め、愚か者どもが、ね、強制退場ではなくちょっと下のフロアに戻されちゃうんですよね。77階。特にアイテムがなくなったりはしてないんですけどね。79階より先には行けない。じゃあどうするかというと、くどいようですが、ここでまたトレマのじいさんが来るのを待ちましょう。なぜ創始者はこの階へ飛ばしたのだろうか。ユーナもいろいろ考え始めている。77階。このフロアに何か秘密があるのかもしれないですよね。創始者トレマ、もう一回ちょっと会えたら答えを教えてもらえるかもしれませんので。まだまだしばらくね、ちょっとエレベーターで待ち続けましょうか。はい、おいでませ、クソジジイさん。やっと来てくれましたね。待たせやがって。どうしてこんなところに飛ばしてくれたんだよ。その姿で先の道を諦めるかは大主次第。こいついつも、トレマの趣味なんじゃねえの。こいついつもルブラン一味の服着せてくんな。まあ、とりあえず。もう一回ちょっとトレマが戻ってくるまで待ちますね。あ、またワープしてきた。ワープジジイ。会いに来たの？よくぞこの道を見つけたな。
褒められた。まあというわけでね、77階からエレベーターを登っても79階で積みます。80階行くには77階でトレマに飛ばしてもらう必要があったわけですね。というわけでたどり着いた80階に待ち受けているのがなんだかよくわからないやつ、インターナショナル版の裏ボス。ずっと一緒だと思ってたのにね。いつでも会えるって思ってるうちに時間ばっか経っちゃってさ、うまくいかないな。さあというわけで本当に最終決戦ですね。マヨルヌメルスという名前のボスなんですけど、本当だったらあのね、天2本編でもクリーチャークリエイトのコロシアム進めていけるとね、戦えるボスなんですけど、まあ私の動画では、なんというか対面できるのはこれが初めてですよね。目の前にいるこのボスさん、最大 HP が確か3700ぐらいあります。普通に撃って削っていくっていうのももちろんできるんですけど、それだとね、さすがに時間がかかりすぎるので、重力応用大全使いましょう。クラウが良い。さあこれで1888ダメージ入った。すさまじい威力、ね、普通に撃ったらまあ一発あたり60前後ってとこですかね。このまままあね、ひたすら銃を撃って削っていくっていうのもできるんですけど、まあ反撃もきますよね。クエイク、待てよ。そうだ、今の敵がクエイク使ってきて、まあ、ダメージ受けちゃいましたけどね、運が悪いとクエイクの追加効果で混乱もらってしまいます。混乱防御を身につけておかないといけないので、ここはちょっとドレス付け替えましょう。ダークナイトとガンナーの組み合わせでね、混乱防御つきますので、着ぐるみ紙を外しておきましょうか。火ダメ半減はちょっと消えちゃいますけど、希望の一大機があるし、ね、キアルワの回復もできますんで、問題なく削っていくことはできると思う。っていうかそうだ、普通に打つなら風の雫を飲めばいいじゃん。飲まのまイエイ、ね、打つぞ。これでまあ6回連続攻撃はできますかね。ボトンエミッションどこを狙っているんですかね。クエイク、おー、こいこい。何気にクエイクで自滅してるっぽいんですよね、こいつ。落ちてきた瓦礫が自分にも当たっているのか、まあ、うまいこと利用して、普通にこのままご利用してしまうのもいいかもしれませんね。しかしまあ、こんだけ図体がでかいのに言うな。結構外してない？大丈夫かよ。またクエイクしてる。カールトゥム、首が4つ生えていまして、4本それぞれに名前が別々についてるみたいなんですよね。ん？携帯が変わる？ HP を削り切ると奥へ逃げるんですかね。ほんとなんか気持ち悪い見た目してますよね。スピラとはまた別の世界の魔物っぽいんですけど、こっから第2ラウンドですね。風の雫の効果が消えちゃってますけど、まあ、まだ飲み直せるのでそこは大丈夫のはずなんですけど、いきなりクエイク使ってくんじゃねえよ、ずるいぞ畜生。こっちも人のこと言えませんけど、なんか出てきた。自爆いってえな。ダメージ半減今ついてないからあんまり食らうと耐えられんかもしれん。一大機があるとはいえね、もうちょっとこれ近づいた方がいいかな。スパーク横槍を入れてくる。まずはとりあえず
風の雫を飲んでヘイスト状態にしてから重力応用大全2回目いっちゃう。スパークちょっとフラクトスが鬱陶しいから仕留めましょうか。ん？止まったっぽい？じゃあここいらで今度はじゃあだいぶ下の方で奪っておいた針何本をぶつけてみましょうか。敵の技針何本食らい上がれ。800ダメージ、結構なダメージ量が出ますよね。魔獣士の敵の技ね、ラストミッションだとでも1回使うとなくなっちゃうんですよ。繰り返しサボテンダーから針何本を奪っておかないとね、それだけ使えないので、本当だったらもうちょっとね、サボテンダーのそばに寄って針何本を繰り返し使えるようにしておくべきだったんですけど、まあサボっててここまで来てしまいましたからね、しょうがない。重力応用対戦と針何本でもう結構なダメージが入ってますので、あとは風の雫で素早くなった連続射撃でこいつの体力を削り切ってやれればいいんですけど、まだ動きませんかね。もともとそんなになんていうか素早くはない敵なのかな。これでまあ第2ラウンドも体力を削り切ったですけど、まだ逃げる、しぶとい野郎ですね。 BGM も、ラスボス戦に変わった。本当にこれが最後っぽいんですよね。逃がすかこの野郎。ウェイストベイパー、毒の息っぽい技を使ってきよった。この距離なら銃は普通に当たりますよね。まずは風の雫をグイッと飲みまして、3冊目の重力応用大戦を読みます。ぐにゃっと1888、残り1888を削らないといけないというわけなんですけど、着ぐるみ師のドレスを着ていればプチグラビデが使えるんですよね。プチグラビデはね、重力応用大戦のグラビデよりは威力が低いですけど、まあそれでも結構ダメージは入りますしね。他になんか使えそうな技っていうと、集まれ、集まれ届くかな。もう一歩前に届かないと当たらないよな。さあ集まれワンコ、よくわからんヘビみたいなやつにガブガブ噛みついてやれ。ダメージはでもそんなに大きくはないのかな。普通に言うのは打っていった方がクリティカルすることもありますからね。グエイク、フラクトクス軍が巻き込まれている。よいしょ、真横にフラクトス君が立ってるからこいつはちょっと、ああそうだ、着ぐるみし脱いでるからポヨヨンができん。クロスショットなら前後左右にまとめて攻撃できますけど、フラクトスさんはほっといても大丈夫かな。自爆結構痛いっすね、自爆。多分普通に連射していった方が手っ取り早いのかな。ほんとあのこの距離ででかい図体狙ってるんだから外さないでな、言うなよ。 HP がちょっと減ってきてるんで回復してもいいけど、一打撃あるからいいか。大丈夫だ、どうせ死んでも希望の一打撃で生き返る。ゴリ寄せ、グレイク、おー痛い痛い、まだ倒れはしませんよね。風の雫の効果が切れちゃいましたかね。またなんかフラクトスが生まれた音がした。めんどくさいな。ワンコご飯ですよ。おお、多段ヒット技ってなんかやっぱ使って気持ちいいですね。 MP 余裕あるし、あとはもうちょっとワンコたちに任せよう。ご飯ですよ。どうやってこの犬たちは宿の木の塔の80階まで登ってきたんでしょうね。
ワンコたちもトレマに飛ばされてここまでやってきてくれたんですかね。まだまだおかわりもあるぞ。ガブガブガブっと、すごいなんかシュールだよな。フラクトスくんが次々なんか生まれてってない？そして生まれては自爆し、儚い命をの。まだまだワン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 を集まれの攻撃もクリティカルしてることあるみたいですね。めちゃくちゃクリティカル連発できれば普通に打つよりもダメージ増えそう。ん？なんとなんとこのボスクエイクで自滅しよった。すごいなんかアホなやられ方してますねこいつは。クエイクで自爆しやがりました。本当にこいつは何がしたかったんだろう。いや勝てたんならよし、これでやっと最上層に行けますね。って感じだったよ。付き合い悪いって思った？人のこと気にしてばっかじゃいけないんだけどね。ま、何も変わらない方が不自然か。あの頃の私たちとは違うんだね。けど、腐れ縁だからな。来ちゃったね。ねえ、何が見えるかな。まだ不安なの？なんだったらここで引き返す？それ却下。じゃあゆりばせーの。じゃあ壊れちゃってるね。それとも寿命かな。どっちにしてもスカ、はあ、心配して損した。ほんとだよ。もう高い塔登って魔物に追っかけ回されてさ、ついでに喧嘩までしてやっと着いたと思ったらガラクタばっかだし。パイン先生、ここまで来れば何かが見えるんじゃなかったの？へえ、何にも見えないんだ。え？私には見えるけどな。
見えた？見えたけど、私たちバラバラだね。少し離れていた間に、見るものも考えることもいつの間にかバラバラ。並んで歩くときは過ぎて、一人一人が違う場所に行くのかな。でもどうってことない。次に会うあてもなくて、ひょっとしたらもう会えないのかもしれなくても、笑い合ったり喧嘩したりの思い出は三人一緒に抱えていくんだね。いつかの未来にそれぞれが懐かしい日を振り返る時もあって、離れ離れの私たちがその時思う瞬間は、そう、きっと同じ。さあ、というわけでファイナルファンタジー10-2ラストミッション、これでおしまいですね。最後までやっぱり3人ともね、なんというか感じ方とか考え方っていうのはバラバラになってはいたみたいですけど、まあそれでも一緒に旅してきた仲間っていうのは間違いありませんしね。すれ違うことはあっても、これから先思い出はずっと残っていくっていう話なんでしょう。まあそんなわけで、ラストミッションのエンディングで流れる青木真由子さんが歌う君へですね、お聞きながら締めの挨拶とさせていただきます。まあ FF10-2 本編のストーリーも含めてね、それに続く形でこのラストミッションのね、プレイ動画っていうのも、まあ、作らせていただきましたけれども、これでまあ一連のね、私の10-2実況は完結ということになります。本当にね、ここまでね、ご視聴いただいた皆さん、ありがとうございました。長かったですね、本当に。2年ほど前にね、別のサイトで生放送でファイナルファンタジー10-2やった時も、完結まで結構な回数がかかったんですけどね。まあ今回もカットを多用しつつも、かなりのね、動画数になってしまって、追っかけるのね、なんか大変だったと思います。まあそれでもね、視聴していただいたり、まあ、高評価も時々いただいたりで、本当にね、私自身も励みになりましたし、久しぶりにまた10-2やってね、まあ、10-2本編だったりこのラストミッションだったりも面白いところを再発見できてね、良かったなと思っております。いいっすよね、10-2も。 FF10 もね、なんていうか面白くって、テントはまた別のゲームシステムみたいな感じにもなってるところはね、たくさんあったんですけれども、まあ、やっぱそのおかげで新鮮味もありましたし、キャラの育成とか、まあ、あとはクリーチャークリエイトとかね、そういったやり込み要素も豊富でして、長く楽しめるゲームでもありましたので、すごくね、なんていうか、プレイしてよかったなと思える作品でしたね、10-2は。
本当なんていうか動画中に紹介しきれてないところもね、本当はまだまだいっぱいあるんですよ。点2本編で言えば、まあ、あのストーリーレベル最初の方でね、手に入れたすんごいスフィアを青年同盟に返すか新エボン島に返すかっていうね、そういったところでストーリー上もちょっとは分岐が出てきますし、まあ、それによってストーリーの展開もちょっと変わってきたりとかね、いうのもあって、あとはまあクリーチャークリエイトでね、まだ紹介しきれていないエピソードもあったりしますし、本当ね、完全にやり込もうとするともう100時間以上は余裕で遊べるゲームだと思ってますね。なかなかなんて言うんでしょうね、ゲームやる時間がないっていう人もいるかとは思いますけど、本当あの集中して楽しめるゲームでもあると思いますので、一つの大きな山に挑んでみたいというゲーマーの皆さんはぜひね FF10 と10-2 のやり込み頑張ってみてください。まあ、その時はこれまでの私のね実況動画とかもそういった方の参考になればいいなというふうに思っております。FF シリーズね、ほんといろんな作品がありますけど、10とかはねすごいストーリーも評価されていますので、10始めたっていう人はそれに続く形でここまでプレイしてきた10-2もね、まあ、楽しんでもらえるといいですね。結構なんか好き嫌い分かれるようなね作品とも言われていますけど、私はすごい好きですからね10-2。いろいろなんというか、ね、天では語られなかったようなストーリー面のね考察の余地があるような話もいっぱいあって面白かったですからね。神羅くんが異界のエネルギーをなんかうまく使えるみたいなことを言ってね、それがなんかあのファイナルファンタジー7のミッドガルとかねライフストリームの話につながりそうなところがあったりとか、あとは何でしょうね、スピラと異界とはまた違う異界の話、異界じゃないや魔界の話とかもあったから、そこでまたなんか一つ物語が作れそうな感じでもありましたけどね。サムデイサムエアインザスカイ May we meet again、 いつかまたどこか空の下でまた会えるかもねみたいな、そんなセリフで締めくくられるラストミッションでした。素敵な物語をありがとうございました。しかし終わりましたね。ラストミッションはだいぶなんというかせこい手を使って攻略したっていうところはねあるかと思いますけれども、ちょっと一遍タイトル画面に戻りましょうか。はい、というわけでタイトル画面ですかね、10と10-2の選択画面に戻ってきたところで改めてお別れの挨拶としましょうか。本当にね、あの私の FF10 とそれに続くね10-2の動画というのはこれで本当に完結でございます。改めましてね、ここまでご視聴いただいた皆さんありがとうございました。まあ、これからもねまだあの動画にしていないファイナルファンタジーシリーズのね動画っていうのも作っていこうかと思っておりますので、10とか10-2の動画からね私を知ったっていう方も今後ともね応援していただければ嬉しく思いますので、何卒よろしくお願いいたします。ってなところかな。本当ずーっと喋ってると終わるタイミングをねなんか逃してしまいそうなんで、本当にこれでもうお別れとしましょう。ね、ここまでお付き合いくださいまして誠にありがとうございました。お疲れ様でした。